散乱しているバレーシューズタイプの上履き。上履きとは土足禁止の場所で履き替えるための履物。学校、事務所、体育館などは土足を禁じているため専用の上履きを用いる。上靴、室内履きとも言う。上履きを採用すること、または室内では靴を履かないことを二足性という。上履きの文化があるのは日本だけで、従って 学校の上履きも日本独特の文化である。歴史的には、10世紀頃の絵巻に、寺の縁側に草履が描かれている。農家の板の間でも履物を履いていた。佐藤秀夫、教育の歴史によれば、明治時代にできた小学校の7割は寺や民家の転用で、1890年代に畳敷きから板張りや立ち机に変わったが、外履きを脱ぐ習慣は残り、 1920年代頃まで館長、劇場、百貨店などでも上履きに履き替えた。1923年5月15日、白木屋神戸出張所は百貨店初の土足入店を実施した。上履きの色は赤、青、黒、緑、白などがある整頓された通気性タイプの上履き一般的には専用の靴が売られていることが多い。 下履きとは異なる上履き独特のメッシュの素材などのものもあるが、普通は白の布、またはビニール製で甲にゴムテープを通したもの、甲の部分に半円形のエラスチックゴムが入ったもの、前ゴム部分が三角形でつま先と横に色付きのゴムが付いているものなどが使われている。学校によっては、上履きは足を締め付けるのでは貸せるべきでないと、上履きを用いず、裸足で生活するところ、 もしくは素足に鼻を付きの履物を履くことが健康に良いとして、ビーチサンダルやスリッパ、それに草履などを用いるところもある。これらを裸足教育と呼ぶ。このような学校では運動場での体育などの時も裸足で生活する例が多い。農村部などの学校の一部は伝統的に上履きの習慣がない、または上履きを嫌う児童がいるため、 全員あるいはほとんどの児童が裸足で生活している学校も多い。学校内では履き物を履かないことで足が解放されることになる。北海道や東北の一部、北陸の一部などの小学校や幼稚園は外で履くような普通のスニーカーや運動靴などを上靴としている。東京都でも区によっては教室では上履きを使用せず、体育館だけで専用の靴を用いる。 小学校がある。神戸市や沖縄県でも学校によっては、上履きがなく、土足のところがある。基本的には小学校で使われているものと大差はないが、ほとんどの学校で上履きが指定されている。また、学年別に色を分けている学校が多い。東京地方の学校では、公立校では、バレーシューズと三角前ゴムタイプの上履きが多く、スリッパなどは少ない。 私立の女子校では前ゴムタイプが多く、白だけでなく青の前ゴム運動靴を指定している学校も多い。ここ近年、女子生徒の中には足が蒸れたり、事前に足蒸れ防止のために通気性タイプのバレーシューズを履く生徒が増加している。一方、つま先とかかとを覆わないサンダル型の上履きを採用しているところもある。脱ぎ履きが容易で、 体の成長に伴い足が大きくなってもある。程度対応でき、さらに校内を走り回ることを抑制する効果もある。これらの上履きは、学校の購買部で指定とされるものを販売していたり、入学時期に業者が校内で販売する場合が多いが、一般の靴店では常備していなかったりで、すぐに追加購入のできない場合もある。また、中学校や高等学校でも、学校によっては、 土足で良いところもあるが、裸足で過ごす学校はあまり効かない。清潔感を保つ場所、例えばコンピュータの現場や、病院、給食センターなどでは砂やホコリが大敵であるので、ほとんどの場合は履きが使用される。コンピュータルームでは、スリッパやサンダル、病院のナースは、サンダル、バレーシューズ、前ゴムシューズなど、靴ひものないタイプを用いることが多い。また、工場などで、 機械や電気を操作する場合、安全靴と呼ばれる上履きが使用されることがあるが、これは関連や物の落下から足を守る目的で用いる。基本的には、公衆スリッパで良いが、ヤマハにカワいなどの音楽教室や、ダンススタジオなど上履きが使用されることがある。バレエ、前ゴム、スニーカーなど、どれでも良い。ありがとうございます。